に行くとこあるんだね。あ、でも越えてますよ。危ない、耐えました。逆にもう多分すっごい細いとこになると思います池とフェアウェイの。めっちゃ飛ぶわ。めっちゃ飛びますよこのクラブ。向こう入っちゃうんじゃないぐらいの。え、めっちゃない、ちょっとちょっと背中から風が来たんですね。ちょっとでっかい、ギャーギャーとか言ってナイス。うまい。おっと、なんかすごい。来た。でも段の上、ナイス。ありがとうございます。すごい長いですよ、マジェスティのさっきからの。あ、はい、クラブが。はいはい。で、私長いの振ると大体、はい、まあ、振り遅れもあるし、うんうん、まあ、こうスライスも結構、はい、カットに入れに行っちゃったりとかしちゃうんですけど、はい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 、本当に長いのに不思議、はい、なんかあんなことあるんだって感じです。なんかマジェスティは、うん、あの純正シャフトの方が、はい、普通はあの付け替えたら値段が上がるんですけど、純正シャフトの方が高いんですよ。じゃあそれぐらい、はい、それぐらい、はい、こだわりがあって、へ、こだわりがあるシャフトでこう軽量にして、より軽量にしてこう帰りやすいように作っているみたいです。でさっき聞いた話なんですけど、じゃあもうそう、シャフトすごいですよこれ。相当皆さんも試してほしいです。はい、ぜひぜひ試して、ぜひ試して。でも本当に抜かれるぐらいの飛距離、もういやいやいや、いや抜かれそうですよ。全然置いてかれてます、ずっと。めっちゃ曲がる最後。めっちゃ切れましたね。めっちゃ切れましたね、この辺から。うまい、来たんじゃない、バーディー。あー、ちょっと。曲がってきてたのに、曲がったと思ったらヒュッて行きましたよね。避けちゃいました。ナイスパーです。ありがとうございます。お先です。あ、引っ掛けてる。あー、惜しい惜しい惜しい。パターン、頑張れパターン。ここからあの3ホールなんですけど、はい、まあ、ちょっとあの今ドライバーをメインにこの3ホールやってきたんで、はい、今度あのさっきプロが言ってた、はい、UF ですね、はい、ユーティリティとフェアウェイウッドの間、はい、でさらにフェアウェイウッドより、はい、っていうのをちょっとねこの3ホール試していきたいと思います、はい、でさらにあのウェッジ、そうです、はい、新しい今年発売したばっかりのケースウェッジ0番ス GN、はい、グースネックでボールを包み込むように捕まるって書いてあるんですけど、はい、全く分かりません。ちょっとあの教えてほしいなって思います、ね、はい、まずグースネック、ここのネックの、 あのちょうどフェースからネックにかけてて、うんうん、皆さんが使ってるのってまっすぐのやつ多いくないですか、はいはいはい、これをキュッと鳥の首みたいにグッと中に入れたのがグースネックなんですね、うんうん、でグースネックのいいところはフェースにボールが乗せやすいものと、うんうんうん、あとボールがあの日本の芝だとちょっとだけ浮いてるので、はいはい、ここが歯がよく出っ歯ってよく聞くと思うんですけど、出っ歯じゃなくても、ちゃんとボールを拾えるのでフェースにボールが乗っかりやすくて、抜けもよくってラインも出しやすい、いいとこ取りなんですね、なんです、はい、さらにあのバンス、はい、ゼロバンスって書いてたんですけど、はいはい、バンスって聞いたことあります？あります、あります。だここの角度のことなんですけれども、はい、バンスは角度は0度、測り方は0度なんですけど、この部分の面をきれいに取ってあることでバンスの効果はちゃんとあるんです。なんですが測り方は0度なので0バンスと呼んでます。普通はもっとバンスがあるってことですよね、はい、そうですね、通常に売られてるものはバンス角が6度とか10度、多いものだと10度とかだ、
そうするとここの部分が少し浮いたりして見えると思うんですね。はい、はい、でその時バンスがあるとバンカーとか本当は出やすいんですけど、バンスの効果自体はこれに搭載されてます。なのでゼロ度でも大丈夫。はい、はい、でこれがさっき言ってたグースネックとストレートネック、ボールがあるとより分かりやすい。はい、あ、1個しかあった。はい、まあでも構えたら全然違うのは、そうですね、こっちの方がよりこう、うん、拾いやすい、そうですね、手みたいな、はい、はい、でこういうまさに手で運んでいくようなイメージがつけられます。はい、うん、フェースに乗ってる時間がこう長いので、はい、すごくこうグッとグッとグッと行ってくれるんですね。グッと行くっていう感じですね。はい、紙一重で打たないようにそうですね、パチンというよりもこうラインを出していきやすいっていうのはあります。ね、それができなくてみんな困ってる、はい、勝手にできるってことですね。そうですね、はい、よしやってみよう。82ヤードです。ありがとうございます。打ちます。もう新しい方ございます。どうですか、印象は。そう、結構やっぱりウェッジとかでこういうちょっとショットを打つとき、うん、結構ダフったりしそうだなとか思う人多いと思うんですけど、うんうん、こうかっつり入れないといけないのか、こう広えどうしようみたいな。でもすごいこれは拾いやすいなって構えたとき思いました。こうがっつかなくてもこうちゃんと打てそうっていう、うんうん、それは素晴らしい。はい、ファーストインプレッション、すごい良さそうです。初めて打ったけど、私も。はい、見た目が確かにすごい広っ。ハンドファーストがイメージしやすい。そうです、その通りです。うん、おー、いい。良いんじゃないですか。ナイスです、ナイスです。勝手にハンドファースト。そうです、勝手にハンドファースト。そう、それもグースネットのいいところですね。勝手にハンドファースト、うん、マジェスティの7番アイアンですね。結構ここは反発する仕組みになってるんです。140。8番で良かったかなって感じですよね。でもさっきすごい上げてませんでした。上げてました。上げてましたし、割とこうそんななんか頑張っては振ったって感じじゃなくて、なんかもうポンって感じで普通にグリーンの距離は行ってくれて、はい、しっかり行ってます。もうピンハイぐらいまでは飛んでたので、ね、見た目もなんかシャープでいいですね。そうですね。色合いも青です、ね。色合いもいい。うん、
りナイスタッチ。嘘。あ、最後は。なんで？ナイスタッチです。スライスだけだと思ってたんですけど。距離感